出生名は、クリスティアン・ラーション・ビー・ケネスであり、後に、バーグに改名している。また、現在の法的な名前は、ルイ・カシェ。音楽活動では、カウント・グリシュナックと名乗っている。日本では、カウント・グリシュナックか、名前の英語読みのバーグ・バイカーネスと書かれることが多い。1991年にソロプロジェクトのバーズムを結成し、 ノルウェーの初期ブラックメタルシーンでの中心的な存在となる。伝えられるところによれば、1992年、少なくとも、ノルウェーのキリスト教の教会の3棟の消失に、ノルウェーブラックメタルシーンのメンバーらと共に、関わっていたとされる。1993年初頭、ビーケネスは、バーゾムのアルバム4枚分の楽曲と、メーヘムのファーストアルバム、 デミステリス・ドム・セトナスのレコーディングに携わっている。同年8月10日に、メーヘムのギタリスト、ユーロニモスが刺殺され、ビーケネスが殺人罪で逮捕、起訴された。1994年5月、ビーケネスは、ユーロニモスの殺人と教会への放火罪によって、懲役21年の判決を受けた。ビーケネスは、ユーロニモスの殺人については正当防衛を主張し、 教会への放火については、自身の責任を否定している。刑務所に収監されている間、オダリズムの進歩団体、ヒーザンフロントに加入し、ゲルマン民族のペーガニズムに関する本を数冊、出版している。さらに、ビーケネスは、ダークアンビエントアルバム2枚をバーズムのアルバムとして、リリースしている。約15年の服役を経て、 ビーケネスは2009年初頭に仮釈放された。釈放後、ビーケネスは、妻祀と共に、フランスに移住。移住後は、音楽活動を再開し、作家活動も続けている。ビーケネスは、作家活動を通じて、ネオフェルイデオロギーの奨励を行っている。このイデオロギーは、白人ヨーロッパ人が再び取り入れるべき、ヨーロッパ人本来の価値観という考えを基礎に、 している。そこには、伝統的なペーガニズムの要素も含まれている。そして、ビーケネスは、ホワイトナショナリズムや、社会保守主義、生存主義を主張している。ビーケネスには、自身の経歴についての書籍はない。しかしながら、ビーケネスのインタビューでの受け答えや、ビーケネスのウェブページでの情報を統合できる。ブラックメタルの血塗られた歴史の著者の一人である、 マイケル・モイ・ニハンは、ビーケネスを助ける、情報交換のプロパガンダは、非常に精力的だと述べている。ブラックメタルの血塗られた歴史に掲載されたインタビューで、ビーケネスは、自身の老いたちや少年期について語っている。また、同書には、ビーケネスの母、ヘレーネ・ボーレのインタビューも掲載されている。2004年のインタビューでは、ビーケネスは、彼女は、 大きな石油会社で働いていたと語っている。また父親については、電気技師であり、自身の兄については、一歳半年上で、大卒土木技師であると述べている。ブラックメタルの血塗られた歴史のインタビューで、ビーケネスは、少年時代の出来事を思い出しながら語っている。ビーケネスが6歳の頃、ビーケネス一家は、約1年イラクのバグダードに住んでいた。 これは、ビーケネスの父がサッダームフセインの下でソフトウェア開発に従事するためであった。バグダードには英語学校がなかったため、幼少のビーケネスはイラクの小学校に通うこととなった。ビーケネスのインタビューによれば、この学校でビーケネスは人種問題への意識を持つようになったという。その学校では、体罰は特別なことではなく、ある時には、 教師と口論となった挙句、彼を猿と呼んだ。しかし、ビーケネスは教師たちが自分が白人であるからといって、俺を攻撃することはなかったと認めている。ビーケネスの母は、イラクで過ごした一年を思い出し、息子のクラスにいた他の子供たちは、教師たちに平手打ちをされていたが、息子はされたことがなかったと述解している。彼女によれば、 この扱いが原因で問題が発生したという。しかしながら、害して言えば彼女は息子、バルグが、どのように彼の思想を発展させたのか、十分な説明ができなかった。ビーケネスは、インタビューの中で、自身の過去についてもう少し明かしている。彼の父親について問われると、ビーケネスは父について、スワスティカの旗を自宅に持っていたと述べ、父親はそれについて、 ヒステリックだったという。しかしながら、ビーケネスは、父は、偽善者であると感じていた。それは、父が、ビーケネスについて、ネオナチになると、心配していた一方で、父は、街で見る、有色人種すべてに対して、激しい怒りを抱いていた。母について、ビーケネスは、彼女は、とても人種を意識している人だったと述べている。特に、 ビーケネスが黒人の女性を家に連れてくるつもりではないかという点を恐れていたという。1995年のインタビューにおいては、ビーケネスは母親とは未だにいい関係だが、父親とはほとんど連絡を取ることはないと答えている。彼の両親は離婚しており、ビーケネスの父は、ビーケネスが12歳の頃、約10年前に家を出て行ったとされる。 ブラックメタルシーンに入る前から、ビーケネスは、ベルゲンのスキンヘッド族シーンに入っていたとされる。グッドリック・クラークは、バーズムを、元スキンヘッド族ビーケネスの音楽媒体であると紹介している。エンサイクロペディア・オブ・ホワイト・パワーによれば、ビーケネスは、青春時代の間、最初から、ナショナルソーシャリストのスキンヘッド族の極右勢力に、参加していた。 ブラックメタルの血塗られた歴史のインタビューにおいて、ベルゲンでスキンヘッド族に参加していたのかどうか問われると、ビーケネスは、ベルゲンにスキンヘッド族なんていなかったよと堂々と答えている。もっとも、ビーケネスは、その時期に単発であったと述べているし、ドイツに親近感を、イギリスとアメリカに嫌悪感を持ち、それを武器としていたとも述べている。少年時代には、 特にピョートルチャイコフスキーなどのクラシック音楽に影響を受けていたが、12歳の頃からヘビメタルを聴くようになる。特に、アイアンメイデンから最も大きなインスピレーションを得たと述べている。後に、ビーケネスは、クリーターや、セルティックフロスト、バソリー、デストラクション、メガデス、スレイヤー、ペスティレンス、リサイド、ボンのようなバンドから影響を受けることとなったと。 述べている。ベノムは初期ブラックメタルに影響を与えたと考えられているが、ビーケネスは常にベノムからの影響を否定している。また、同時にベノムのことを話にならないものと述べている。ビーケネスはブラックメタルの宣伝のためにベノムのアルバム、ブラックメタルのジャケットの描かれた T シャツを一度だけ着たことがあるが、後にその行いについて強く後悔しているという。 ビーケネスは14歳からギターを弾き始める。1987年には学校を中退。1988年にカラシニコフというバンドを結成。このバンド名はビーケネスの好きなアサルトライフル AK-47 の愛称に由来する。それから間もなくバンド名をウルクハイに変更。ウルクハイというバンド名は 指輪物語の登場人物から取られている。このバンドでは目立った活動はなく、徐々にリハーサルすら行わなくなっていった。17歳の頃に、ビーケネスは、ベルゲンのデスメタルバンドオールドフューネラルのメンバーと連絡を取るようになる。これがきっかけで、オールドフューネラルのオルベと、元オールドフューネラルのハーラルと共にサタネルを結成。サタネルは、 数週間で解散してしまったが、これをきっかけに、オールド・フューネラルにサポートギタリストを経て、正式加入。1991年までは、オールド・フューネラルで、ギタリストとして活動し、EP、デバウアード・カラカスに参加している。さらに1989年には、メイヘムのギタリスト、オイスタイン・オーシェトと知り合っている。この出会いがきっかけで、 ノルウェーのアンダーグラウンドミュージックシーンと関わり合いを持つようになった。オールドフューネラル脱退後、ウルクハイをバーズムに改名し、活動を本格化する。バーズムの活動に伴い、ノルウェーの初期ブラックメタルシーンと密接な関係を急速に築き上げた。2枚のデモをリリース。その後、ユーロニモスが立ち上げたデスライクサイレンスプロダクションと契約。 この頃から、バーズムの活動においては、カウント、グリシュナックと名乗るようになる。1992年から1993年の間に、バーズムとして、アルバム4枚分の楽曲をレコーディングするなど、かなり精力的な活動を行っている。ビーケネスは、バーズムの初期の楽曲のレコーディングする際、1987年に、知人から購入した。 古いウエストンのエレクトリックギターを使用していた。エレクトリックベースは楽器店で最も安いのを使用し、ドラムセットはオールドフューネラルやイモータル、近所に住んでいた別のミュージシャンから借りて使用した。バーズムのサードアルバム、ベスリセットタールオスのレコーディングでは、ヘルハマーがメーヘムのファーストアルバム、でミステリスドムセトナスのレコーディングで使用したものを借りて使用している。 また、ビーケネスは PB のアンプを使用していたが、バーズムのフォースアルバムフィールセフェムでは彼の兄弟のステレオのアンプと古いエフェクターを使用している。ボーカルに関して言えば、ビーケネスは渡されたものであればどんなマイクでも使用した。しかし、フィールセフェムのレコーディングでは、ビーケネスは彼らの持っているものの中で最も粗悪なマイクを意図的に使用している。 バーズムの楽曲、ダンジョンズ・オブ・ダークネスにおいては、ビーケネスは、背景音のノイズのためにグリーグホールの大きなドラを使用している。ちなみに、このドラを打つ際には、ユーロニモスが補助している。1992年に、ビーケネスは、前年4月8日に、メンバーのデッドが自殺したメーヘムにサポートとして、加入している。ちなみに、ビーケネスは、 デッドが自殺に使用する、ショットガンの弾丸数発を自殺の数ヶ月前に、デッドに送っている。消失後、再建されたファントフトスターブ教会1992年6月6日、ベルゲンにあるファントフトスターブ教会が放火により、焼け落ちた。この教会は、12世紀から存在するとされ、建築学的に重要であると考えられていた。 1993年1月までに放火による攻撃は少なくとも7つの著名なスターブ、教会に行われている。そのうち1件は1992年のクリスマスイブに行われた。ビーケネスはこれらの放火のいくつかについて有罪を宣告されている。ビーケネスが有罪となったのはベルゲンのオソナ教会とストレトベイトの放火を呼び、 放火未水それぞれと、ビンダフィオルドのショルド教会への放火、オスロのホルメンコーレン教会の放火である。ビーケネスは、前述のファントフとスターブ教会の放火についても、告発されたものの、バイシニンにより、無罪と表決された。裁判官たちはこれを誤信と呼び、他の裁判へと波及することはなかった。ちなみに、ビーケネスは、バーズムの一ステップ。 アスクのジャケットに、この焼け落ちたファントフトスターブ教会の焼け跡の写真を使用した。さらに、この逮捕を皮肉ってかオリジナルのアスクにはライターがおまけとして付けられた。ビーケネスは、ペーガニズムと有心論的サタニズムの両方がモチベーションだったと噂されるが、彼はこれまでにサタニストになったことなどないと否定している。マイケルモイニハンによるインタビューにおいて、 ビーケネスは教会への放火について、サタニズムよりもゲルマン・ペーガニズムのモチベーションの方が大きかったことをほのめかす答えをしている。これから言うことは別に俺がどこかの教会を燃やしたというわけじゃない。しかし、こういう言い方をさせてくれ。誰かがそれを始めたわけだ。俺はファントフとスターブ教会の火災について無罪になったが、とにかくそれがすべての始まりだった。 この火災は6月6日に起こったから、誰しもが、サタニズムと関連づけたんだ。だが、誰もが見逃していることが、イギリスのリンディスファーン島で793年6月6日に起こっている。それは、俺の故郷、ホルダランのバイキングによる、歴史上最古のバイキングの襲撃だ。奴ら、キリスト教徒は、俺たちの墓を、俺たちの先祖の墓を怪我したんだ。 だから、これは報復なのさ。このインタビュー内容を反復するように、彼は、自身の本、バーグズマルに書いている。怪我された、母性のおののために、あるい京都の墓が報復を受け、怪人に返した銃の教会のために、あるい京都の聖堂が報復を受け、暗殺された十人の聖職者や、フリーメイソンどものために、あるい京都が報復を受ける。 この教会の放火が、オーディニズムやアッサート流に関係があるのかと問われた、際、ビーケネスは次のように返答している。要点は、その教会すべては誰かに関連がある。ただし、明らかに、オイスタインは違う。スタバンゲルの一件を除いた、教会放火すべては、別グループの奴らだったからなまた。 スウェーデンのデスメタルバンドのセリオンの中心人物、クリストフェル・ユンソンの自宅に放火した疑いで逮捕もされたことがある。こちらの事件では、関与を疑われたが、実行犯として、当時18歳の少女が逮捕され、バルグとの関係は立証されなかったため、権威不十分として釈放されている。 1993年1月、ノルウェーへの最も大きな新聞の一つ、ベルゲンズ・ティーデンでの記事によって、ブラックメタルシーンは一躍メディアのスポットライトを浴びることになった。ビーケネスの友人二人が彼にインタビューし、これを印刷するために、そのインタビューをこの新聞社へ持ち込んだ。この匿名のインタビューで、カウント・グリッシュナックは、 複数の教会への放火とリレハンメルでの男性を殺害をしたと主張した。ベルゲンズ・ティーデンでのジャーナリスト、フィン・ビオルントンデルは友人たちの協力を得てカウント・グリッシュナックとの面会を行った。記者たちはあるアパートメントに呼び出され、伝えられるところでは警察が呼ばれた場合、彼らは短時間でそれを終えることになると警告されていた。そこでは、 ビーケネスと彼の仲間が記者たちに自分たちが教会の放火を行った、もしくは誰が教会に放火したかを知っていると述べ、加えてこの攻撃はまだ続くだろうと語った。彼らは悪魔崇拝者であることを主張し、次のようにコメントしている。我々の目的は恐怖と邪悪な行為を広げることだ。これが我々がベルゲンズ・ティーデンデに これらを告白した理由だ彼らは記者たちに一度も報道されていない放火についても詳細について語った。ベルゲンズ・ティーデンでは新聞の発刊前にこの放火の詳細を確認するために警察に連絡している。このインタビュー記事は1月20日のベルゲンズ・ティーデンでの表紙に掲載された。その見出しは我々が火を放ったで顔はほとんど隠れていたものの 二本の大きなナイフを持っているビーケネスの写真が掲載された。しかしながら、この記事が印刷されるまでに、ビーケネスはすでに逮捕されていた。伝えられるところでは、警察は、バーズムのフライヤーの記載された住所に向かう際に、ビーケネスを発見し、逮捕に至った。しかし、ビーケネスは、トンデルがビーケネスを警察に売ったと信じている。ビーケネスによれば、 この匿名のインタビューは、ビーケネスとユーロニモスとで計画されたものだった。彼が言うには、その目的は、人々を恐怖に陥れること、ブラックメタルを宣伝すること、そしてユーロニモスの経営する、レコードショップであるヘルベテの顧客を増やすことにあったと、いう。この時、バーズムは、ちょうど、EP、アスクをリリースする時期だった。 ビーケネスはインタビューで次のように述べている。俺は様々な部分を誇張したんだ。だから記者どもが帰った後、俺たちは大笑いしたんだ。なぜなら奴は、俺が奴をからかっていることに全く気づいていないようだったからな。さらにビーケネスは、その記事には、ビーケネス自身が犯罪に加担していることを証明できるようなものが何もなかったと明らかにしている。 逮捕後に、ビーケネスは、以下のように主張している。記者どもはインタビューを編集し、一度も俺に、記事の内容を読ませることなく、後日、狂っているように見える解釈で発刊したんだ。ブラックメタルシーンの他のメンバーの数人も同じく、逮捕され、尋問された。しかし、それらすべての権威は証拠を書いていた。ブラックメタルバンド、ハデスのメンバー、よ インゲ・トンスベルグはこのインタビューが残る、ブラックメタルシーンに悲惨な結果をもたらしたと語った。それに、奴は何も言っちゃいないということだったから、シーンの誰もが奴らが出版社に話すなんて知らなかったとも述べている。そして、シーンの奴らは激怒したし、トンスベルグ自身はうんざりしたと付け加えた。1993年2月には、ビーケネスのインタビューが、 ノルウェーの雑誌、ロックフローラに掲載された。その中で、ビーケネスは、刑務所のシステムについて語っている。そこは素晴らしすぎる場所だ。全くもって、地獄ではないよ。俺たちの国の囚人たちは、ベッドにトイレ、シャワーまで与えられる。本当に馬鹿げたことだ。俺は警察に、本当の力をにぶち込んでみろと言いたいし、暴力の使用を奴らに奨励したいね。 ビーケネスは証拠不十分で3月には釈放された。このエピソードから少しして、オスロ警察はこの境界放火事件の捜査班をベルゲンへと派遣した。そこで彼らは暫定本部をホテルノルゲに設置した。ブラックメタルの血塗られた歴史によれは警察の報告書を引用し、ビーケネスはそのドアをノックし、事実上。 彼の方法でそのスイートに侵入しようとしたと書いている。彼は鎖肩びらに身を包み、ベルトには2本の大型ナイフを装備し、ビーケネスのボディーガードか取り巻きであるかのように振る舞う2人の若い男をそばに置いていた。ビーケネスは権力者たちに悩まさせられ、うんざりしていると語り、加えて警察のブラックメタルシーンに対する取り調べを止めるように述べた。 ビーケネスには警察に命令する権限がないと言われるとビーケネスは一歩下がってローマ式敬礼をしている。1993年前半にはオイスタインを押せトとビーケネスとの人間関係は悪化し対立関係となった。加えてユーロニモスはスウェーデンのブラックメタルシーンとの対立も起こしていた。ベルゲンズ・ティーデンでの一件の後、 警察やメディアから注目を受けるようになったヘルベテをユーロニモスは閉店すること決めた。1993年8月10日の夜、ビーケネスとブラックソーンはベルゲンからオスロのトイエン通りにあったユーロニモスのアパートメントへと車で向かった。アパートメントでは衝突が起こり、ビーケネスはユーロニモスを視察した。ユーロニモスの遺体は アパートメントの外階段で発見され、合計23カ所の総称があった。当初は、多くの人々が、スウェーデンのブラックメタルシーンの人物が殺人犯で、あると考えていた。そして、この殺人は、権力闘争の結果、もしくはバーズムのレコードに関する金銭トラブル、もしくはリレハンメルでの殺人を凌駕することを、試みたのではないかと推測された。実際に、 アスクリリース後、ビーケネスはデスライクサイレンスプロダクションを離脱。自主レーベルシモフェンプロダクションを設立している。しかし、ビーケネスはそれらすべてを否定し、自己防衛のためにユーロニモスに攻撃したと主張した。彼が言うには、ユーロニモスはスタンガンでビーケネスを気絶させようと企て、彼を行動不能にして拷問にかけ、 その拷問の中で死に行く様をビデオに撮ろうとしていたと主張した。ビーケネスは次のように説明している。もし奴がそのことを皆に話していたのなら、俺は真剣には受け取らなかっただろうな。だが、奴が友人の中でもごく少数人のグループにだけそのことを話していて、その中の一人が俺に打ち明けてくれたんだ。彼が言うには、ユーロニモスが、 ビーケネスを待ち伏せするために、無署名の契約を名目とした会議を利用すること計画しているとのことだった。ビーケネスが4階にあったユーロニモスの部屋に向かっている、相場ブラックソーンは、外でタバコを吹かしていた。ビーケネスが言うには、ビーケネスがユーロニモスに、玄関で会い、契約書をビーケネスに持ってきた。しかし、ビーケネスは部屋に入ろうとし、 ユーロニモスと向かい合った。そしてユーロニモスはパニックを起こし、ビーケネスの胸を蹴りつけた。二人は特組合になり、ビーケネスはユーロニモスを視察した。ビーケネスはユーロニモスの総称の多くは、特組合の末に落下した際、割れたガラスによるものであると強く主張している。ユーロニモスの殺害後、ビーケネスとブラックソーンは、ベルゲンへと車で戻っている。 この道中、彼らは湖に立ち寄り、ビーケネスは、血のついた衣服を処分している。この自己防衛の主張に基づく話は、エンペラーのドラマーであるファウストなどには、信用されていない。ビーケネスによれば、ブラックソーンはただ新しいギターリフを、ユーロニモスに披露するために同行しただけで、彼は、間違った時に間違った場所に行っただけだったという。ブラックソーンは、 1993年の夏、彼は、ほとんどの期間、精神科に予防抗菌されていたが、ベルゲンへと逃走し、ビーケネスと過ごしていたと主張している。彼は、ビーケネスがユーロニモスの殺害を計画し、自分についてくるように強制したと述べている。殺人について、ブラックソーンは、俺はそれに反対することなどできなかった。俺は、 オイステインのことを悪く思っちゃいない。ビーケネスは、ブラックソーンの主張を、俺が、殺人について、奴を非難することができないような防御と呼んでいる。ニーダロス大聖堂ビーケネスは、1993年8月19日に、ベルゲンで逮捕された。警察は、ビーケネスの自宅で 150kg もの爆発物や3000発の弾丸を発見している。 エンサイクロペディア・オブ・ホワイト・パワーによれば、ビーケネスはその爆薬は、オスロのブリッツ・ハウス、極左の奴ら、アナキストどもの集まりを爆破するためのものだと、語っている。伝えられるところによれば、その計画は、実行直前であったとされ、ビーケネスの逮捕によって防がれた。1999年に最初に刊行された記事において、ケビン・クーガンは、ビーケネスの計画した。 ブリッツハウスへの攻撃計画について、ユーロニモス殺害のありえそうな動機であると指摘している。クーガンは次のように書いている。ブラックメタルの血塗られた歴史は、ビーケネスがメタルヘッドになる前、十分にファシストだったという強力な証拠を示している。それからクーガンはさらに、ビーケネスのブリッツハウスと呼ばれたオセローを本拠地とする若者の 反ファシストの本拠地を滅ぼす目的についても言及している。そして最後に、ビーケネスには、ブリッツハウスの爆破の前に、ユーロニモスを殺害する以外に選択肢はないと感じていたのではないか。なぜなら、共産主義者は、そのような、行いにほぼ確実に反対するだろうからだと占めている。メディアは、ユーロニモスとビーケネスが、 ノルウェーを代表する大聖堂であるトロンハイムのニーダロス大聖堂も爆破する計画を企てていたと推測した。ちなみにこのニーダロス大聖堂はメーヘムのファーストアルバムデミステリス・ドム・セトナスのジャケットにも使用されている。ビーケネスは2009年のインタビューでこれらの主張を否定し次のように述べている。俺は 俺たちがいつか攻撃された時に、ノルウェーを守るために手に入れただけだ。冷戦の間、アメリカ合衆国とソビエト連邦は、俺たちを攻撃する決定を下したかもしれない。俺たちが、最後に攻撃された時のこと考えれば、俺たちには、政府も、王族も、軍隊さえも信じるような理由はない。俺たちの人生は、俺たち自身に委ねられているんだ。B ケネスの裁判は、 1994年5月2日から開始された。ブラックソーンやファウストを含むブラックメタルシーンの他のメンバーたちも同様の時期に裁判にかけられた。彼らの中の数人は彼らの犯罪を告白し、その他のことについても自白している。ブラックメタルの血塗られた歴史によれば、ビーケネスは 自身が目標を貫いている間の他のメンバーの自白という現実にうんざりとしていた。裁判の間、メディアは、この50年間において、我が国に初めて現れた怪物であるとビーケネス像を作り上げた。裁判において、彼、ブラックソーンと別の友人が殺害を計画していたと主張された。その3番目に挙げられた人物は、 ベルゲンのアパートメントにいたというアリバイがあった。彼らがベルゲンから出かけていなかったように見せるため、彼はビデオを借り、それらをアパートメントでかけたり、ビーケネスのクレジットカードから金銭を引き出している。1994年5月16日、ビーケネスは、ユーロニモスの殺害、3件の教会放火、4件の教会放火未遂、窃盗。 150kg の爆発物所持で有罪となり、懲役21年を宣告された。懲役21年は、ノルウェーにおける最高刑である。しかし、ビーケネスは手紙で自白したのみである。ビーケネスが判決を受けた日には、2件の協会が、おそらく支援の生命の象徴として焼き落とされた。ブラックソーンは、 オーシェトの殺害には関与せず、ただ階段下でタバコを吸っていただけだったが、殺人の共犯として、懲役8年を宣告された。ビーケネスは、彼の氷結を読んだ際に笑みを浮かべ、この時の写真が、ニュースメディアを通じて広く印刷された。この月には、メーヘムの、ファーストアルバム、デミステリス・ドム・セトナスがリリースされた。同アルバムでは、 ユーロニモスがエレクトリックギターをビーケネスがベースを担当している。このリリースの前にはユーロニモスの家族はメーヘムのドラマーであるヘルハマーにビーケネスのベーストラックの削除を依頼していた。このことについてヘルハマーは俺は殺人加害者と殺人被害者が同じレコードにいることがふさわしいと思ったんだよ。だからベースパートについて リレコーディングするとは言ったんだが、結局やらなかったんだビーケネスは、ベルゲン、トンスベルグ、リンゲリケ、トロンハイム、トロムソの各刑務所で刑期を務めた。1994年暮れ、ビーケネスはノルウェー語の本、バーグズマルを書き上げた。彼が言うには、この本は、メディアの嘘すべてから彼自身を守るため、そしてこの時の彼の孤独と怒りの痕跡を残すことが、 目的だった。しかしながら、ビーケネスは、刑務所当局は原稿を没収しやがった。そして数年間、俺はその原稿の構成すら許されなかった。これは、未完成の原稿で、個別の記事から成り立っているものだ。理想的に言えば、これが出版される前に修正をできるようになりたかったんだが、結局それはできなかった。結局のところ、俺は、 改定を諦めて、この間違いが散見され、全くもって、バランスに書いている記事で成り立っている形で、出版されたんだ、と主張した。1997年4月8日、ノルウェー警察は、ヘムネスのネオナチ5人を逮捕した。その若者たちは、自称、アインザッツグルッペンの一員であり、ノルウェーの観光庁や、宗教施設への攻撃を企てていた。 それに加えて、ビーケネスを刑務所から脱獄させることも計画していた。そのグループは、準軍隊的な装備を所持していた。例えば、拳銃、爆弾、防弾チョッキ、鋼鉄のヘルメット、そして、目出し棒などが挙げられる。そのメンバーのうちの一人、トム・エータネスは、休暇中に脱獄するまで、ビーケネスと友人となった。ビーケネスの母親、ヘレーネ・ボーレは、 10万ノルウェークローネをこの団体に寄付していたとして逮捕された。彼女は自白したものの、彼らが極右過激派であることを知らなかったと主張し、彼女の息子は他の受刑者から攻撃を受けていると語った。伝えられるところでは、1996年の暮れ、ビーケネスは他の受刑者との格闘の末、顎を骨折している。しかしながら、 刑務所の責任者は、彼女の主張は、事実無根であり、警察もその金銭が、ビーケネス自身から流れてきたのではないかと疑っていた。ブラックメタルの血塗られた歴史には、ビーケネスは、スキンヘッドのように頭髪を低毛することを受け入れ、この頃からバックルに、SS の紋章が入ったベルトを着用するようになった。ビーケネスの母親は、自身の自白にもかかわらず、 有罪宣告されなかった。そして1998年に、アインザッツグルッペンの一件は、幕引きとなった。バルグが刑務所に収監された後も、イギリス人女性、チジアナス・スチュピアがバーズムの作品をリリースするために、立ち上げた、ミサントロピーレコードからバーズムの、サードアルバム、ベス・リセット・タール・オスが1994年に、フォースアルバム、 フィールセフェムが1996年にリリースされている。これは1993年の逮捕前にレコーディングされていた音源をアルバムにしたものである。刑務所で過ごす間、ビーケネスは2枚のアルバムを録音している。この2枚のアルバムは完全なアンビエント、ダークアンビエントアルバムとなっている。1枚目のアルバムがダウシーバルダスで、 1994年から1995年にかけて録音され、1997年10月にリリースされた。2枚目のアルバムがリト・シュジャフで、1998年に録音され、1999年4月にリリースしやれている。ビーケネスは刑務所に就慣中はギターの持ち込みが許可されず、 小型のシンセサイザーしか持ち込めを許可されなかったためアンビエントアルバムとなっている。そして2000年にビーケネスは自身の音楽プロジェクトの活動を終了をする。彼は彼の哲学がブラックメタルやサタニズムととても近い関係にある無学なファンたちが彼の哲学をいつもご解釈していると信じていた。後にウェブサイトを通じてビーケネスは 刑務所から釈放された後には、バーズムの活動を再開することを望んでいると表明した。ウェブサイトには、俺は数冊の本を出版するつもりだ。もしかしたら、匿名性を保つためにペンネームを使うことになるかもしれない。それからバーズムのアルバムを1枚か2枚リリースするつもりだ。だがそれはそれだ。1998年から2004年にかけて、 ビーケネスはさらに5冊の本を獄中で書き上げている。1998年にノルウェー語の本、ジャーマンスクミトロジー,オージーバーデンサンスクエルスを執筆。諸女作、バーグズマルを除くと、この本だけが出版されたものだった。2004年には、ビーケネスはこの本を英語に翻訳、新たな記事を追加し、題名も解題して出版された。題後の英語名は、 ザ・ミステリーズアンド・ミソロジー・オブ・エンシェントスカンディナビアである。1999年にビーケネスはエ w ワーという本を執筆している。この本は学生とその敵対者の間の対話形式の政治、歴史、哲学を扱った小説である。同書もビーケネスの手によって英語訳され、ザレリジョン・オブ・ザ・ブラッドという英語題が付けられた。同年には、 ミコの予言の解釈について、ノルウェー英語とその英語訳で執筆している。2000年から2001年の間には、ビーケネスは、ティオリアを執筆している。この本は、習慣や、信仰の違いの起源についての理論や、戦士時代についての短い物語で構成されている。しかしながら、ビーケネスはこの本の執筆を止めることを決めている。 2003年から2004年の間に、ビーケネスは、ゴシックイコールファンタジー小説、ザ・カルトーブ・ヘルを執筆した。また、2003年くれまでに、ビーケネスは、バーズムのオフィシャルウェブサイトとなるバーズム .org のための記事の執筆も始めている。2003年8月、ビーケネスは、高いセキュリティを誇るベルゲンの刑務所から、 セキュリティの低いトンスベルグの刑務所へ移送された。同年10月15日、地元紙のトンスベルグスブラドが、ビーケネスを告表する記事を掲載した。10月26日に、ビーケネスは短期間の仮釈放中に逃走を図る。ビーケネスは、ヌーメダルで車を止めさせた。この車の中には、3人の家族がおり、彼らが後に語ったところによれば、 ビーケネスは拳銃を突きつけ、この車をハイジャックした。約19時間後、警察がこの車をロメリケで止めさせ、ビーケネスは逮捕された。この車には、ナイフやガスマスク、カモフラージュのための服、ポータブルの GPS ナビゲーター、地図、コンパス、ラップトップパソコン、携帯電話が載せられていた。警察はさらに、ローラグにあるビーケネスの小屋で、 彼が隠し持っていた拳銃と AG3 自動小銃が発見されている。そして警察は彼の逃走は十分に計画され外部の複数の人間からの支援を受けていたと結論づけた。逃走の前、ビーケネスは母親に手紙を送っている。この中でビーケネスは自分が殺人の脅迫を受けていること、前述の新聞記事が掲載されてから 収監者が自分の首を絞め殺そうとしたことを書いている。ビーケネスはこの逃走未遂によって13ヶ月の刑期延長が宣告されリンゲリ家の刑務所へ移送されている。2004年7月、ビーケネスはノルウェーで最も厳重なセキュリティを誇るトロンハイム刑務所に移送された。そして刑期の最後の3年間はトロムソ刑務所に収監されていた。 ビーケネスが有罪宣告を受けたとき、ビーケネスは、懲役21年の判決ながら12年の刑期で仮釈放される可能性があった。しかし2002年に12年の刑期が過ぎる前に、ノルウェー議会は、この仮釈放の可能性が発生する刑期を14年まで延長している。2006年6月、12年の刑期を終えた際、 ノルウェーの刑事司法省はこれを理由に、ビーケネスの仮釈放を却下している。ビーケネスの弁護士であるジョン・クリスティアン・エーデン、ジョン・クリスティアン・エルデンは、この基準の変更は、事後法に当たると訴えた。ノルウェー憲法97条において、訴求力を持つ法律の制定は禁止されている。ビーケネスは2008年6月にも仮釈放を却下されたが、短期間。 家族と自宅で過ごすことが認められた。この時、ビーケネスの刑期は7年残っていた。しかしながら、2009年3月、ビーケネスの仮釈放が公表された。結局、懲役21年のうち15年間の刑期となった。同年5月22日、ビーケネスは刑務所から出所し、保護観察となることが承認された。5月29日、 ビーケネスの出所の翌日、ボーレルの教会が放火により消失した。この時、ノルウェーのサタニズムの専門家は、これは、ノルウェーにおける教会への攻撃の新しい流れの始まりとなるかもしれないと述べた。刑務所での最後の1年間、ビーケネスは1993年に生まれた娘がいることを公表した。さらに2007年生まれの息子についても初めて、 公表している。2008年のインタビューで、ビーケネスは、彼と彼の妻、マリー・カシェに3人目の子供が欲しいと語っている。ビーケネスの出所後、彼と彼の家族は、テレマルク県房で小さな農場に住んでいた。しかし、後に、フランスのリムーザニエと移住した。釈放後、ビーケネスは、バーズムの活動を再開。再開後は、 三枚のブラックメタルのアルバム、バルース、フォールン、ウムシップタールと、リレコーディングコンピレーションアルバム、フロムザ・デプス・オブ・ダークネスをリリースしている。2013年4月27日に、ビーケネスは公式 YouTube チャンネルにおいて、バックツー・ザ・シャドウズとタイトルされた楽曲を投稿した。ビーケネスは、この楽曲がバーズムで、リリースされる最後のメタルの楽曲になると述べている。 同年には、バーズム名義で、アンビエントアルバム、ソルアウステン、マーニベスタンをリリースしている。ビーケネスは、バーズムのウェブサイトと、2013年1月に、開設した個人ブログ、ツリアンパースペクティブでの執筆活動を続けている。また、アノエストラルカルトというウェブサイトを妻と共に、開設した。7月16日に彼は、コレーズ県で、 テロ行為の計画の疑いにより、フランス国籍を持つ彼の妻も共に逮捕された。この逮捕は、彼の妻が4丁のライフルを購入したことに端を発している。後に、監督官庁の担当者は、ビーケネスの妻が、今回のライフル購入に先立って、法的に有効な下器所有許可を有していたと述べている。具体的なテロの計画及びテロの対象を警察が、 特定できなかったため、二人は何らの処罰を受ける。ことなく7月17日に妻が、18日に彼が釈放された。それに代わって、ビーケネスは、ユダヤ人とムスリムに対する人種差別を先導したとして、フランス当局から告発された。2014年7月8日、ビーケネスは、人種差別先導について、有罪判決を受け、 超益六ヶ月と八千ユーロの罰金が課せられた。2014年には、ロシア連邦政府からの命令を受け、著書、バーグズマルと、レッチ、バルガのロシア語版がバーズムのサイトから削除された。クッドリック・クラークによると、刑務所に収監されている間、ビーケネスは、レーシズムと神秘主義的なナショナルソーシャリズムを兼ね備えた、ノルウェーの神話を題材として用いて、 民族主義的意境イデオロギーの構築を始めた。グッドリック・クラークは、ビダル・フォン・ヘッシュケによって短期間出版された、ネオナチ雑誌、フィール・セフェムに掲載されたビーケネス執筆の記事をもとに、して、このような推測を行っている。グッドリック・クラークは、ブラックメタルの血塗られた歴史と、ビーケネスが刑務所に収監されてから執筆を始めた。 バーグズマルとタイトル付けられた宣言も用いている。ブラックメタルの血塗られた歴史によれば、バーグズマルは、かつて1996年にインターネットで入手できるようになったが、印刷はされなかった。1997年に、ノルウェーの出版社からペーパーバックとして出版された。この出版は、ビーケネスの母、ヘレーネ・ボーレが、資金管理していた。ビーケネスは、 ウェブサイトの記事で自身の著作の英訳を非難する声明を出している。ビーケネスはウェブサイトでバーグズマルは俺が若く孤独だった時に怒りの中で書いたものだ。だからこの本はそれに満ちているんだとも述べている。ヘビーメタルドキュメンタリー映画メタルヘッドバンガーズジャーニーでこの映画のディレクターサムダンはビーケネスのことをメタルの歴史の中で 最も悪名高いミュージシャンだと述べている。有罪判決の後、ビーケネスは自分自身をネオナチであると定義し始めた。エンサイクロペディア・オブ・ホワイト・パワーは、ビーケネスのことを、極中からオダリストとナショナル・ソーシャリストの哲学を熱心に宣伝している、であると記述している。2005年7月に、ウェブサイトに掲載された、記事、ナチの亡霊で、 ビーケネスはこれまで、時折、ナチズムという言葉を、彼のイデオロギーの土台として使っていたにもかかわらず、自身はもはやナチではないと述べている。俺はこれまで、ナチズムに引きつけられ、時折擁護してきた理由は、主にノルウェーの、ナツスの多くが、俺たちの異教信仰を、地の宗教として内包しており、ユダヤ教の異端として、ユダヤキリスト教を否定していたからだ。 ビーケネスは、ハンスラブとは関係ない願望を表明している。彼は、自身を、ナチスと区別する点として三つの事柄を定めている。それは、彼らと違って、俺は、社会主義じゃないし、俺は、唯物主義でもないし、俺は、民主主義を信じているんだ。1990年代後半、混乱を避けるためと、 より適切で正確な表現を探すために、ビーケネスは、ルーン文字の、オーザルを元にして、オダリズムという言葉を作り出した。彼は、それは、ペーガニズムと、伝統的なナショナリズム、レーシズムと、環境主義を含んでいると説明している。ビーケネスは、それと、現代の文明社会と対比している。ビーケネスは、それを、資本主義、唯物主義、ユダヤ・キリスト教、 公害、都市化、人種混合、アメリカニゼーション、社会主義、グローバリゼーションなどと統一ししている。ナチの亡霊は60年間を経た現在でも彼らの地と祖国のことを気にして数百万のヨーロッパ人を恐怖させている。そして、俺たちはこの幽霊を拭い去り、俺たちに重要なこのことについて考え始める時だ。B ケネスのウェブサイトの別の記事で、 彼は、ノルディシズム、レーシズムという性学を取り入れている。しかしながら、彼は次に続くのそれぞれ自身の文化は、すべての人々に等しく有効で有益であるという、点を強調している。ビーケネスは、彼が、人種主義者であるにもかかわらず、彼は誰も憎んでいないし、憎悪は馬鹿げたものだと語っている。ファンからの質問への返答で、ビーケネスは、 欧州連合への軽蔑を表した。その中で、それは、すっかり大敗しており、完全に官僚的で、優勢なカトリックで、完全に混沌であると述べている。ヒーゼンフロントへの関与いくつかの資料によれば、刑務所に拘留されている間、ビーケネスは、ネオイコールフェルキッシュヒーゼンフロントの中で、中心的人物となった。このヒーゼンフロントは、 ノルウェーで、ノルスクヘデンスクフロント、または、NHF として設立され、それから国際的な組織であるアルゲルマニシャ・ハイドニシャ、フロント、またはアーホフへと成長を遂げた。出版時のことであるが、エンサイクロペディアオブホワイトパワーとスウェーデンの学者、マティアスガーデルによる、ゴッズ・オブ・ザ・ブラッドでは、ビーケネスを、ノルスクヘデンスクフロントのリーダーであるとみなしている。 グッドリック・クラークは、バーグズマルの内容から、彼のノルスク・ヘデンスクフロントにおける指導者としての役割で、ビーケネスをはっきり示した。2009年に、ビーケネスに行われたインタビューで、ノルウェーの新聞、ダグブラデが発行したもので、ビーケネスが刑務所に習慣中に、ネオナチや人種差別団体と関係持っていたと指摘した記事について、次のように返答している。 俺は、そんな団体を結成したこともメンバーになったこともない。俺がメンバーとなったことのある、唯一の団体は、リクスモール協会だけだ。バーズム .org に掲載された2004年のインタビューで、ビーケネスが、アルゲルマニシャ・ハイドニシャ・フロントとの関係について問われた。際、ビーケネスは、それは、ノルスク・ヘデンスク・フロントが、ネオナチ団体で、 ビーケネスがその団体のリーダーであると再三書き続ける反ンファシズム団体であったと指摘している。それを彼は迫害であると主張している。彼はノルウェーの秘密警察は断固としてビーケネスが非依然フロントのリーダーであると主張したとも語っている。ビーケネスは続けてこの主張の結果、反ンファシズム。 監視のバカどもと秘密警察がしようとしたこと、ビーケネスが非依然フロントから離れることになったと述べている。実際問題として、ビーケネスはこれまで、刑務所週刊中にも、そのような団体のメンバーになったことはなく、彼らの活動に参加することもなかったし、彼らの半分にもあったことはないと述べている。もし彼が彼らの雑誌に記事を書こうとしたならば、 彼がメンバーであるかどうかに関係なく、彼は記事を掲載することはできただろう。バンパイアマガジンスペインの2010年3月18日号に、掲載されたビーケネスへのインタビューで、ビーケネスは、彼の人生で重要な役割を果たしているオーディニズム、について問われ、次のように答えている。そうだな、俺はどうにも信心深い人間ではないんだが、俺は、 異教徒の観念と異教徒の価値観を持っている。俺は、地や、土、名誉を信奉している。要するに、家族、地元とハミンギャや、強さ、伝統、勇気だ。そして俺は、ヨーロッパの目覚めを信じているビーケネスは、ダークスローンの楽曲数曲の作詞を手掛けている。その作詞では、古代ドイツの民間伝承から着想を得て、使用している。 この歌詞においてサタンは光の源とされる目の文脈では北欧神話の神、オーディンの側面として描かれている。この他にも槍や戦いの場の関する言及もあり、それらもオーディンのことを直接的ではないながらも参照している。これはユダヤ教とキリスト教の伝統における敵としてのオーディンを二つの意味で捉えているためである。このためビーケネスは サタニズムがキリスト教に対する反動的なものであると考え、それに幾度となく反対しているにもかかわらず、多くの人々がビーケネスがサタニストである、もしくはだったと推測している。ビーケネスは以下のように述べている。キリスト教は大敗的な奴らによって作り出され、抑圧の道具としてローマ帝国末期時代にローマ人たちを大敗へと導いたんだ。だから、 それはこれに応じた扱いをされるべきなのだ。心や精神はあたかも手錠をかけられたようで、ただ人類を破滅させるだけに他ならない。実際、俺は、キリスト教を宗教だなんて思っていない。これは、精神的な薬病、大衆の精神病といった方が良いだろう。だからこれはとりあえず真っ先に、医学を用いて解決されるべき問題として、取り扱うべきだろう。 キリスト教はダイアグノーシスだ。これはイスラム教や他のアジアの宗教のような精神や心の HIV、エイズだ。ビーケネスは現在、忠誠、知恵、勇気、愛、規律、誠実、知性、美しさ、責任、健康そして強さに関するベーガンの価値観や理想をもとに作り上げられたものを基礎にした現代的な科学的世界観を持っている。 彼は、人種と知性と知性と宗教の両方の間に直接関係があると指摘しており、有心論を過当な人種だけのに、ための精神的奴隷化であると非難している。ビーケネスは、もし、目的を得るために、ペーガニズムが何らかのイデオロギーになる必要があったとしても、宗教にはならないと主張し続けている。 石器時代の誤解を持ち続けている主流の有信論へを非難しているにもかかわらず、ビーケネスは宗教的神話が生命の起源や死後の世界など自然界の完全な理解を達成していない科学の分野に入っていくべきだと考えを持ち続けている。2009年後半、ビーケネスは彼のウェブサイトに次のような記事を投稿している。 俺は明らかにそこと違う世界で生きている。そこでは、誰もが、恐怖や嫌がらせなどなく、現実の認識について議論することができる。要するに、寛容と敬意の世界、知的な議論と誠実の世界だ。お前たちの数人はどうもそうじゃない。だから俺は、話すときに、注意しなければならない。バーグズマルに加えて、ビーケネスによる彼の個人的な世界観の作品には、 ルマンセルとジャーマンスクミトロージー OG バーデンサンスクエルスがある。2011年、ビーケネスは自身の作品を初めて英語で出版した。ソーサリーレリジョン・イン・エンシェント・スカンディナビアと題された作品は特に石器時代から青銅器時代の間のスカンディナビアの人々の宗教に関する習慣について書かれたジャーマンスクミトロージー OG バーデンサンスクエルスを 最高したものである。現在の学術的領域のほとんどからは、却下されているが、彼は、神話を、死や埋葬を、支配に関係する毎年の儀式の側面を、代表しているという解釈をしている、ジェームズ・フレーザーによる、禁止編からインスピレーションを受けている。これには、各説が、ビーケネスに従った意味も含む、巫女の予言の新しい訳も含まれている。 2013年に、彼と彼の妻、マリー・カシェは古代ノルウェーの異教儀式を題材とした、フォーベアーズという映画をリリースしている。ビドクン・クビスリングビドクン・クビスリングは、1942年から1945年の間、ナチスドイツ占領下のノルウェーにおいてナチスに、協力的な政権の指導者として、ノルウェーに君臨した人物である。彼は、 クビスリング体制の不随意の創始者であり、ユニバーシズムと題された極端に曖昧で深遠な学説を開拓している。彼についてのオンラインの記事は、彼の控えめで知的な影響についてだけに言及しており、彼は常にこの学説を、ノルウェーのブラックメタルの確実で極端な素質である、として胸に抱き続けていた。この印象は、 ブラックメタルの血塗られた歴史で与えられた。この書籍のインタビューでは、バルグ・ビーケネスは、クビスリングの宗教は異教なのか、それとも、キリスト教であるのかどうかという疑問に直面している。モイニハンとソーデリンドは次のように書いている。ビーケネスは、彼の先行者として、ビド君ビスリングがいることを明かした。ある時期、 彼は一時的に自身の芸名をクビスリングとしていたが、彼はバーグズマルにおいてこの選択について説明している。俺の女系の祖先にあたる人にスザンナマレーナキスリングという人がいた。彼女は1811年2月6日に生まれ、1891年5月10日に亡くなったママ。キスリングは王家の子孫の一族という意味だ。ビーケネスは あるインタビューで、彼らは、まるで鳥のように走り、ノルウェーから逃げ出した。そして、権力にいる人物はいなくなってしまった。だから、ビド君ビスリングが秩序を取り戻すことを試みたとき、彼は、戦後心臓に受けた弾丸に感謝したと語っている。これが、ブラックメタルの血塗られた、歴史以外に、ビーケネスが、ビド君ビスリングに言及した一文として唯一。 知られているものである。www.barsm.org では、ビーケネスは、ビド君ク首クスリングには一切言及していない。幼い時、ビーケネスは JRR トールキーによって、作り上げられた中世地球の小説の国に魅了された。彼のステージネームであるグリシュナックは、二つの塔に、登場する多くから取られた。また、闇を意味するバーズムという名前は、 指輪物語の一つの指輪に刻まれた暗黒語から取られている。この刻印は、アッシュナチグダーバトゥールク、アッシュナチグジンバトゥール、アッシュナチグスラカトゥールクワグバーズム、イシクリンパッチルと書かれており、日本語訳は、一つの指輪はすべてをすべ、一つの指輪はすべてを見つけ、一つの指輪はすべてを捉えて、暗闇の中に繋ぎ止める。である。加えて、 オールド・フューネラルに加入する前、バーズムは、ウルクハイという名前で呼ばれていた。この名前も指輪物語の登場人物から取られたものである。ビーケネスは、彼のウェブサイトで指輪物語に関して、この本に含まれるペーガニズムとの関連を指摘しているが、同時に、トールキンのカトリックの信条の、ユダヤ・キリスト教的文脈も認めている。当主テングルーでは、 サタン・ビル・メディアと題された、ノルウェーのドキュメンタリーを制作した。これに、ビーケネスはより好意的な感想を述べている。このタイトルに含まれているように、この映画は、一般的なブラックメタルシーンと、境界放火の事件について、しばしばヒステリックになるメディアの報道に焦点が当てられている。この映画において、ビーケネスは、彼が終わらせた匿名のインタビューの後、 彼の個人情報について警察に故意に密告したベルゲンズ・キーデンでの記者たちを非難している。ビーケネスはそのインタビューが発行される前、インタビューからわずか1時間後に逮捕されていた。その後、証拠不十分として記事の発行から1週間後に釈放されている。この映画で犯罪捜査のトップ、ベルゲン警察官区はその記者たちが ビーケネスの匿名性について法的に問題ないのか確認したかどうかという問いにはっきりとした答えを返さなかった。サタンビルメディアによればビーケネスにグレーブンという名前を与えたベルゲンズ・ティーデンでも同じだった。しかしながらビーケネスはバーグズマルベ以下のように述べている。俺がこの名前を選んだ理由はタフな名前を持っていなかったからだ。この 白尺という言葉は仲間や友を意味するラテン語の釜いつから取った。俺は本当のゲルマン民族の仲間であり友だ。だから俺はこれを選んだんだ。しかしこのドキュメンタリーにおいてビーケネスはなぜこの名前を使用したのかという問いに対して次のように答えている。つまりそれは割合尊大な名前だ。要するにそれは俺を すべての人類よりも高みに置いているわけだ。これをやれと言ったら、奴らは、それそするような感じだ。サタンリルメディアは、サタニストの立場を強調することで、ノルウェーのニュースメディアが無意識的に、ノルウェーにとどまらず世界中に、バーズムと、ビーケネスを追随する、者たちを作り上げたと主張している。ビーケネスは、2009年のドキュメンタリー映画、アンティルザ。 ライトテイクスアスにおける中心的な存在の一人であった。アメリカ人のディレクターのアーロン・アイツとオードリー・ユエルによって極中で行われたインタビューでビーケネスはブラックメタルの創始とユーロニモスの殺害の両方を取り巻く環境について非常に詳細に説明している。ビーケネスに影響を受けたと伝えられる青年によって放火されたフィンランドのポルボを制動。 デッドソン・エンガン・バーのアルバムノーツ日本東京都渋谷区トイズ・ファクトリーベス・リセット・タール・オスのアルバムノーツ日本東京都渋谷区トイズ・ファクトリーバルースのアルバムノーツ日本東京都千代田区リスクユニオンフォールンのアルバムノーツ日本東京都千代田区リスクユニオンありがとうございます